琵琶湖源流の里高島市より、高島大好き仁賀貞雄が空から町から水辺から高島の魅力をお伝えします。皆さんこんにちは、仁賀です。琵琶湖の西岸には昭和44年まで江若鉄道という私鉄が走っていました。今日はその遺構を探してみたいと思います。まずやってきたのは旧高島町の内よろし日吉神社です。この階段を降りたところに線路がありました。神社の境内を線路が横切るのはさすがにまずいと思われたのでしょう。この日吉神社には江若鉄道が高島町駅まで延伸した昭和2年12月の1ヶ月前に江若鉄道から石道路が寄進されています。それではしばらく江若鉄道の線路があったところを走ってみましょう。さて、場所は変わって今津町の天川には鉄橋の橋台が残っています。今の JR 湖西線はできる限り江若鉄道の線路跡を利用して高架の線路が作られたので、このような橋台などの遺構も少ないのですが、丁寧に探せば高島市内でもいくつか見つかるようです。最後にやってきたのは大見今津駅舎です。江若鉄道は当初計画では大津市の浜大津と福井県の若狭とを接続する計画でしたが、若狭への延伸はかなわず昭和44年に廃線となりました。私は高校の通学に3年間お世話になりましたが、この左手に待合室がありました。そして右側には前方のプラットホームから降りてきた人たちが出てくる改札口があったと記憶しています。昨年この元大見今津駅舎は取り壊すという発表がありましたが、昭和の遺産を残そうと存続に向けて市民運動が行われています。琵琶湖源流の里高島市より、次回もお楽しみに。